はい、まず言葉を変えていきましょうということです大切ですね言葉とても大切ですね僕は自分の師匠僕の今から、えー、11年前に僕の運気を大きく変えてくれる小林正館さんという師匠に出会いました僕はこの人のおかげで自分の人生運気というものが大きく変わっていきました180度変わりましたこの人のおかげで この人に、たぶん小林誠館さん知らない人いると思うので、アマゾンで本買ってみてください。小林誠館、ソワカの法則。本70冊ぐらい出てますけれども、僕が一番好きなのはこの本です。ソワカの法則。もう単行本出てますので、600円ぐらいで売ってます。もしこの本を買って、つまんなかった場合はハ、ハイパーホールディング・マーケティング・ホールディングスに代引き着払いで送り返してください。 素晴らしい本です。最高の本です。ぜひ、絶対読んでください、この本。絶対に。まあ、ソワカの法則というのは、神様が一番好きな行為は何かというと、このソワカ、掃除と笑いと感謝、この3つをやっている人は、神様は必ずエコひいきしてくれますよという本です。めちゃくちゃいい本です。絶対に読んでください、絶対に。読まない人、絶好です。 まあその僕の師匠であった、まあ、小林聖歌さんも4年前にお亡くなりになりましたけれどもその聖歌さんに僕一番初め会った時にとあることで悩んでいたので人生相談をしましたその時に聖歌さんに一番初め言われた言葉が「桜庭さんまずはあなた言葉を変えましょうか」って言われました当時の僕は愚痴ばっかり 悪口ばっかりひがみばっかりもう口から出てくる言葉はすべて否定的な言葉しか出てこないような時でしたまあそれを見透かされたかのようにまああの方は見える方でしたのですべて僕の心を見透かした上でまずあなたそんなことよりもまずは言葉を直すことを始めていった方がいいんじゃないんですかというふうに言われました本当に言葉は大切ですね多分 えー、鈴木さんもねいつもそのことを言ってるんじゃないのかなと思いますけども、えー、僕の周りの人たち偉人たち、まあ、僕の師匠たちもね本当に言葉の使い方というのは非常に美しいですね否定的な言葉は一切言いません愚痴いないこと不平不満心配こと眠みごと恨みごと絶対に言わないですねまあ僕も絶対に言わないと決めてるので まあ鈴木さんんんもも言言いいませんけれどもね僕も絶対言わないと決めてるんですでも人間というのはついつい口癖というやつがありますねだからついつい言ってしまいますムカつくふざけんなバカ野郎をついつい言ってしまいますけれども僕も鈴木さんも口癖は「最高です」って言葉ですね僕はもう何があっても「最高です」という言葉しか10年前しか使ってません全てまあ僕と一日一緒に言っていただければ分かると思いますけど僕多分一日200回くれてますね「最高です」って心の中は一つも「最高」じゃないですよ <laughs> でも一番大切なのは口から出てくる言葉,なんですよ言葉が皆さんの人生を作っていき言葉が皆さんの身に降りかかってくる現象を決めるんです。